バルサ戦 MOM 久保建英に。対戦前のドネシアサポ反応。レアルソシエダは10日、ラリーガ第13節でバルセロナと対戦。久保はフルス戦で先発。久保は右サイドからのキレキレの仕掛けで、バルセロナ守備陣を翻弄する。34分にはベッカーが先制点を挙げると、これが決勝点となり、レアルソシエダが1例と勝利した。試合後、ファン投票で、マンオブザマッチに選出された久保、エルデスマルケでは8となり、電光石火の活躍で、シーズン中よりも、馴染みやすい日本人バージョン、試合中、バルサ守備陣を悩ませたもう一人の選手、と評価された。15日には日本代表と対戦する、インドネシア代表。今回の久保建英の活躍を見た、インドネシアサポの反応がこちら。久保は完璧なウォームアップ後に、インドネシアと対戦するようです。久保はバルセロナ戦で MVP となった、バルセロナの連勝を華麗に止めた。バルサに勝ってポジティブな雰囲気の、久保を受け止めるのは本当に怖い。久保さぁ、強すぎるよ、この子は。久保さんは本当に難しい、本当に難しい人だ、強烈すぎる。インドネシアに対して、完璧な準備ができているようです。久保と三笘は、燃えています。インド王に会う前に、MVP になってしまいます。日本の選手たちは、みんな本当に頑張っているよ。久保と三笘を止めるために、我々のウィングバックは、もっと頑張ってくれるに違いない。久保があんなプレーをしたら、代表チームは終わりだ。彼のプレスと決断力は恐ろしいよ。みんな、ベルドンクでも、左サイドバックでも誰でも、早くパスしなきゃいけないよ。久保が GBK インドネシアのスタジアムを、めちゃくちゃにしてしまうのではないかと、心配しています。勝利おめでとうございます。久保さんがそのまま、スペインに留まってくれると、本当に助かります。